ダグラス DC-2 は、アメリカのダグラスやクラフト社が開発した前、金属製のプロペラ総発旅客機、輸送機である。ボーイング247の対抗機として開発され、初期の成功を収めたが、それ以上に、世界的、ベストセラー機 DC-3 の母体となった、機体として、重要な存在である。1931年3月、 トランスコンチネンタルウエスタにエア航空のフォッカー対重旅客機の事故は有名なフットボールチームのコーチを犠牲にしたこともあって社会的な波紋は大きく木製構造の旅客機の安全性に疑いを抱かせるものになった。全金属製の航空機への変更は各航空会社にとって必須になった。ユナイテッド航空はボーイング社との協力で全金属製 モノコック構造の近代的高速走発機、ボーイング247を開発し、アメリカの航空会をリードした。ライバルの TWA も、ボーイング247の購入を希望したが、ボーイングは、協力企業である、ユナイテッド航空を優先する方針を取った。ゆえに、TWA は、他社から全金属製新型機を調達せざるを得なく、なった。これを受けて、 それまで旅客機製造の経験のなかった新興メーカーのダグラス社が DC-1 の開発を始めた。設計にはジェームス・キンデルバーガーやジャック・ノース・ロップなどが当たった。彼ら有能な技術者の手腕もあり、開発は急ピッチで進められた。ボーイング247に遅れること5ヶ月余りの1933年6月1日に原型機 DC-1 は 初飛行を行った。690HP のライトエンジンと可変ピッチプロペラ引き込み足を装備する12座席の旅客機であった。その性能、機能において多くの点でボーイング247を上回った。247より若干大きいサイズも去ることながら247の弱点である。 客室床面に張り出した翼の構造材が DC-1 では追放されてフラットになっていたことは大きなセールスポイントであった。ボーイング247に劣らない近代的な機体であったが小型すぎた上に諸々の不具合があったことから一機のみの試作に終わった。TWA は DC-1 のエンジンを強化し機体長を18インチ延長してに座席増加の14。 座席にした機体を20機注文した。これが量産型の DC-2 である。1937年に低身章が発行した飛行場整備寄付金付け愛国切手。日本アルプス上空を飛ぶ DC-2 が描かれている DC-2 は TWA に続いて他の航空会社からの受注にも成功する。KLM オランダ航空に納入された。 最初の DC- には、ロンドン、メルボルン間のマック・ロバートソンエアレースに参加し、輸送機型の機体でありながら、レース用高速機である DH-88 コメットに、次ぐにを達成、その飛行性能をアピールした。その後、KLM オランダ航空は、植民地であるジャワとの長距離定期便に就航させた。DC- には、アメリカ陸軍航空隊でも使用された。 正式名は C-32、C-33、C-34、C-38、C-39、C-41、C-42 である。日本では日本航空輸送が8機を輸入して運用したほか、中島飛行機がライセンス生産を行って6機を製造し、こちらも日本航空輸送が使用した後、1938年頃に、 軍用輸送機として陸軍に徴用されている。また、中島では陸軍向けの大型輸送機、D16 として DC、DC-2 をベースとした機体の開発も計画されていたが、陸軍の方針が固まっていなかったため見送られている。DC-2 のライセンス生産で得られた技術は、後に、中島 AT-2 の開発や DC、DC-3 を元にした霊式輸送機の生産に、 生かされている。DC-2 は優秀で近代的な旅客機として世界各国の市場から高く評価されたが、これをベースに機体サイズを拡大した後続モデルの DC-3 が輸送力の面で DC-2 以上の大幅向上を達成し、市場のニーズがそちらに移行したため DC-2 の生産数は156機にとどまった。ありがとうございます。